の太陽追いかけて丘を下る、どこまでも続いてくような緑立つ一本道、加速してくこの心、白い自転車に乗せてブレーキに睨らずに走り抜けるんだ。ちょっとこう見つけるつもりでねくらいに中止つけてるんだよ、ね、ここだ、ここ入れようって。美術品にそのものが持っているだよね。ね。じゃあすいません、前半テストを行かせてください。はーい、どうぞ。よう。ようって、ようってのは変だったかな。どちら様ですか。どちら様ってほどのもんじゃないんだけどな。よっ。え、ああ、お久しぶりです、父さん。大きくなったな、大輔。そうだ、大輔に土産があるんだ。え、父さん。よっ、うん、これってどういう。ルチルって石はいろいろな能力を引き出す力があるんだ。刻まれた形にその力は宿ってる。あ、わ、父さん。どうってことはないさ、行くんだ。小助さんなんですけど、もう自分の間でやっていただいて結構かと思いますね。今合わせる感じで結構キレキレになってたので、頭だから逆に103カットとか結構間が、そうですね、あったらあっても、そうですね、大丈夫です。電球を取り替えたのはいいけど、踏み台から落ちちゃってさ、しばらく気を失ってたみたいなんだ。ごめん。ああ、父さん。ん？なんだい？あの、ありがとう。うん、いよいよアフレコも半分近く終わり。はい、はい、いかが、ね、って言っちゃっていいんですかね。どうすか、やってみて。やってみて、うん、ああどうだろう、だんだんというか、うん、慣れてくれたから。なんか地声とやっぱり大輔くんの声って違うよね。違います ねだいぶなんか高い系の。高いです、ね、そうしないと全然声ありません、ね、そうか、ね、最初の頃に比べてずいぶん垢抜けた感じで、はい、最初はシャイな感じ、シャイな感じでしたよね。しかし今日もね、監督と話してたあの明るく笑ったり、ああそう、明るくするところなんか、なんかこうちょっとこう弱くなると割とこうね、はい、あのあんまりこう元気じゃない声に、ね、なりがちな。ね、難しいですね。もうすっかりなんかもう原作を読んでいてもこうなんか飯野くんの声でなんか読んでしまう自分がいたりなんかして、あ、嬉しいです、うん、ね、結構読者の人とかそういう、そうですか、多いと思いますよ。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ね、今日良かったよね、お父さんとね。はい、良かったです。ちゃんと、やっと会えました、やっと、うん、本当ね、満を持して軽く帰ってきてね。またね、お父さんらしくて12年間間空けて、ひげ、うん、面なんですよ、うん、杉崎先生がなんか本当はそれでやりたかった
つって連載自分だけど、あまあできなかったんでということで、じゃあアニメでやりましょうっていう感じで、そんな感じだったんですよ。すごい毛深かったです。毛深かったね。ボーボーでしたよ ね、 ねえ、あんた誰って言うんですかね。なかなかなかいい感じで、ね、あの大輔くんも17話ぐらいから背が高くなってくるんで。あ、そうなんですか。今リクとかリサより低いんだけど、あ、だんだん伸びて、原作でもあったんですね。ちょっとね、伸びてくるんで、それ自然に伸びてる。まあ自然に編集するんではなく、なんか良く良くないことかみたいな。ただあの本当じわじわ大きくしていきたいんですけど、なかなかアニメだとこのじわじわ感が難しいんで、気がついたらあれ陸より高いのみたいな感じの雰囲気でちょっと行こうかと思ってますんで、楽しみだ。それに合わせて、はい、それに合わせて僕も、もうこれからぐんぐん伸びて、いつの間にか朝起きたら10センチ伸びてるとかそういうのないですかね。10センチ。学校の人たちは、友達は DN は見てるの？はい、ああ、どうでしょう、見てる人と見てない人。一回、うん、最初誰にも言ってなくて、うんうん、その合宿というか、うん、旅行に行ったんです、うん、学校、はい、その時にちょうど、あ、オンエアなんだ、あってオンエアに来て、そうそうだよな、何2話3話でしたっけ。あ、その辺でユニコーンのささやき3話だ。あ、3話です、うん、その時にあんまり言いたくなかったんですけど、ちょっと恥ずかしいから、うん、もうなんかうちで両親が撮るの忘れてるだろうなって、うん、ここで見なかったら3話見逃すと思って、うんうん、しょうがないからホテルでちょっと、そうで、何を思ったのか、恥ずかしいはずなのに、うん、何人か呼んでみんなで見てるんですよ。呼んじゃった。そう、それで、あの、ご飯の時間にな、ギリギリまで見てて、うんうん、じゃあ、ミュウの名前が出たら走っていこうと。で、エンディングで出たって消して走って。そう。よかった、キャスト先に出しといてね。ですね。よかったです。脚本の方の次に出てくるところだった。でもね、今日撮った12話とか、はい、ね、11話か、12話です、12話とかね、なんかご家族で見れる感じで、はい、見てますね。ちょっとね、恥ずかしい話もあったりとかしますが、あ、そうなんですか。ね、恋愛ものなので一応ね、今後もなんか結構なんていうかな、リサどうなっちゃうのみたいな、リクどうなっちゃうのみたいな感じであるんで、アニメと原作と全然てか進みは一緒ですけど、そう、登場の仕方が全然違う、全然違うよね、入れ替えたりとかしてるから。あの原作ではあの臨海学校に行ってトワちゃんが出てくるんだけど、ね、次週トワちゃんって臨海学校じゃないしです、ね、そのしばらく後に臨海学校別であるからね。 あるんですか。あります。なんか見たい、はい、臨海学校とかやってほしいというのが掲示板でありました。あったね。見てる。見ました。いつも見てます。そうね、はい、ありがたいよね、なんかありがたいです、書いてるからね。頑張ります。頑張って最後までよろしく。よろしくお願いします。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 